皆さんこんにちは、菊地亜美です。今日はですね、今楽天で楽天韓コス祭りっていう韓国コスメがお得に買えるキャンペーン中なんですよ。なので、それに伴い私がガチでリピートしている、もうプライベートでもう何個も買って何年も愛用してますっていうおすすめ商品をちょっと今日はババッと紹介していきたいと思います。ちなみに今日紹介するのはその楽天韓コス祭りで 20% オフクーポンが全部適用されるものなのでお得に購入できます。さあ、それでは今ね、目の前に持ってきたんですよ。どれから行こうかなっていう感じなんですけど、まずじゃあ2社から行きたいと思います。こちらのクッションファンデです。ミシャグロークッションライトですね。私が使ってるのはライトっていう方なんですけど、カバーもあります。カバーの方は名前の通り、あのカバー力がちょっと強めのもので、このライトっていうのはよりちょっとツヤっとなる感じのものなんですけど、クッションファンデはもう多分ね100個ぐらい使ってるんじゃないかってぐらい、いろんなブランドのものを使ったんですよ。その中でもすごいいいのがミシャグロークッションです。これに限らずミシャのクッションファンデってすごく良くて、密着度も高いしすごく肌が綺麗に見えるんですよ。一番最初に使ってた1000円のやつもすごいいいんですけど、こっちをねその後に使ったらもうこっちがねすごいんですよ。塗った時の綺麗さももちろんあるんですけど、その後の取りにくさだったりとかツヤの残り方だったりとか、ミシャグロークッションの方が上回ってて、これは 21N と 23 っていう両方使ってて、色もあえて2色使ってるの。なんかこうちょっと顔が明るい方がいろんな色がプラスされてこう華やかに見えるっていう時もあれば、そんなにメイクしないけどしっかり見せたいとか、カバー力ちょっと強めに見せたいけどツヤを見せたいみたいな時は少し暗めを使ったりするんですよ。こんな感じでね、色が違うんですよ。でこれ美容液成分が 62.3% 以上配合されてるんですって。私もそこまで詳しく分からずに使ってたんだけど、本当にそれが分かるぐらいかなりみずみずしいの。23番の方使ってみます。押してみて、一回押すだけでこうやってほらみずみずしさ分かります。これはマスクとかつけても全然よれないし、今ちょっとつけてみますね。朝メイクして一回もメイク直ししてないんだけど、ちょっと上からつけてみちゃいます。で一回プッシュしたのが半分ぐらいの量なので、そんなにつけなくても使えるっていうね。はい、これ、まあ、こっちがトレカケのファンデーションで、これは今塗ったミシャのクッションファンデです。すごい綺麗でしょ。この値段でこのツヤっていうのもすごいんだけど、すごく高いクッションファンデ使っても取れる時にボソボソってなっちゃったりとか毛穴逆に目立っちゃったりとかするんだけど、これは本当に優秀だなと思って、もうちょっとカバー力欲しいなと思ったらもう一つのミシャグロークッションを使うといいかもしれないです。これマスクプルーフ商法なんだ、やっぱりね。だからマスクしても取れないよっていう商品みたいです。私はこの説明読んでなかったけどそう感じてた。グローのカバーの方が 73.2% と 72.4%、 色によって違うんですけど入ってるみたいです。そうなんだ。カバーの方が美容液成分配合量が多いってことはカバーはしてくれるけどちゃんとツヤツヤになるってことですね。でこちらもあるんですけど、じゃーん、ちょっと反射しちゃうんだけど、ミシャのグロースキンバームという日中用クリームと化粧下地になってます。でこれがミシャのグロースキンバームミストっていうやつなんですけど、今回の楽天韓コス祭りでセットがすごいお得なんですよ。でこれはグロースキンバームをまず化粧下地として塗るじゃないですか。これもねすごくツヤツヤなんだけど、わかるかな、今ここにちょっと塗ったんですけど、このねクッションファンデを使うように作られてるから崩れにくくなる。で化粧下地を塗ってこのクッションファンデ塗って、その後にグロースキンバームを上からちょっと今かけてみますね。かけます。はい、こんな感じで、今ミストをかける顔がちょっとブスだったんですけど、こんな感じでかけて、まあ、ちょっと密着度を高めるっていうものですね。次はロム&です。ロム&のリップが好きすぎてこんなにあります。
テレビの収録とかって全部ね顔メイクさんにやってもらうんだけど、リップだけは自分の使うこと多いんですよ。例えばなんだけど、このねジューシーラスティングティントというロム&のリップがあって、これはもうロム&の不動の1位らしいです。一番人気のシリーズみたいなんですけど、私は23番のぬかダミアっていうのを使ってます。ロム&ってリップ職人とかリップの名家って言われるぐらいリップがすごく人気なんですけど、ティントって言っても色はつくんだけど落ち方が気になりません？全部完全に落ちちゃって本当にこれティントかって思うものもあれば、残ってるんだけど乾燥した皮に合わせてそこだけ残っちゃったりとか、落ち方が好きかっていうのが私的には結構あるんですよ。でこのロム&はすごくツヤツヤするんですけど、落ち方が綺麗、まあ落ちにくいっていうのもあるんですけど、いずれは絶対落ちるじゃん。その落ち方が綺麗っていうのもあって好きですね。こんな感じの色になってます。発色すごいいいんですけど、この色は明るすぎず暗すぎずちょうどいい色合いなので、25番のベアグレープっていうのもここにあるんですけど、下に塗ったものです。ピンクっぽい感じ、ブルベイエベどっちでもいけるかなっていう感じかな。で私完全にイエベなんだけど、ブルベに合うよって言われてる色でも可愛いなと思うやつがあるわけ。でもこのジューシーラスティングティントってジューシーだから、だからこう多少色がそのブルベイエベに合わなくても馴染んでくれる気がする。他にもいろんな種類があって、グラスティングカラーグロス、これもねすごくよくて、私が使ってるのは3番のローズフィンチェっていう色なんですけど、ロム&のこのツヤツヤ感と密着感をよりパワーアップした超プルプルになるっていう感じ。今リップ少しだけついてるんだけど、割と今乾燥している状態ではある。リップクリームつけてないから、で色はイエベ用ですって感じでもない。こんな感じです。見えますか？すっごいプルプルするから、もうねなんかキスしたくなるような唇にしたい方はおすすめこれなんかさ、キスしたくなるとか恥ずかしいんだけど、でちょっと一回撮りますね。一番ナチュラルに鏡見ないで使えて直しやすいものっていうのが個人的にはこちらで、ブラスティングメルティングバーム、これは植物性オイルが配合されてて色のついたリップバームっていう感じだからさ、子供といる時とかさ、いちいちなんかさ鏡出してメイク直しするのとかちょっと恥ずかしいし、でも口の色なくなってそう乾燥も気になるみたいな時に私は使ってます。こんな感じでなんかいっぱい色をつけちゃったんで濃くなってるんですけど、普通にすっぴんの唇に1回やるぐらいだったらもうちょっとナチュラルになります。これ今回の楽天カンコス祭りでお得に買えるセットはまた後から紹介するので、どれが安く買えるのみたいな感じだと思うので後から紹介します。さあ続いて、まだ開けていないのもあるんですけど、これは多分ね今日紹介する中で一番リピートしてるかもしれない。もう30は絶対買ってる。5、6年愛用しているものなんですけど、ラネージュのリップスリーピングマスクです。私ね、その1回2回3回って全部の各部屋にこれを置いてるんですよ。これ今ちょっとリアルに使ってるやつなんですけど、グミベアっていう香りなんですね。ですごい香りが良くて、でこれリップスリーピングマスクだから寝る前にやるものだとは思うんですけど、私はもう関係なく寝る時以外も使ってます。香りはたくさんあって、さっきのグミベアの他にベリー、グレープフルーツ、スイートキャンディー、バニラっていうね、いろんな種類があるんですけど、一番愛用してる、一番ガチリピしてるのはグレープフルーツです。他のリップと何が違うかっていうと、これは集中保湿と角質ケアができるんですよ。だからこうたっぷり塗ってプルンプルンの唇にして寝て起きた後にチュルンってしてるんですよね。で取れてない、冬とか乾燥してる時期でも朝起きてもちゃんと残ってるんですよ。でその後朝起きてメイクする時もリップのこのメイクのりもすごく良くなるのでおすすめ。私バニラさ使ったことないんだよね。ちょっと開けてみます。あ、はいはいはい、バニラもねしっかり香るので、こういう甘い香りが好きな方はバニラいいかもしれない。ちょっと気分転換に変えたりするのもいいですね。
こういうチップがついてて綺麗に使えます。すごい、今ねこのラネージュを紹介したんだけど、ちゃんとラネージュの紹介見たら世界で2秒に1個売れてるんだって。で K-POP アイドルとか韓国のヘアメイクさんとかも愛用しているみたいです。いや、わかる。今3つ紹介したよね。ミシャ、ロム&ラネージュ。これも数年選手のものを紹介しています。で数年選手のものを紹介したんだけど、次最後に紹介するのは私がずっと気になってて一つの商品しか使ったことないんだけど、今回の楽天カンコス祭りで絶対に欲しいなって思ってたものです。こちらです。ヒンスのメイク用品になります。めっちゃ可愛くない？このポーチはこの楽天カンコス祭りでおまけでついてくるんだけど、おまけっていうかこれが欲しいんだけどみたいなね、鏡付きのこういうポーチになってるんですけど、ヒンスは結構私の周りですごい綺麗な方とか美容に詳しい方とか今どきな人とかが使ってるイメージだったので、ずっとヒンス気になってて、私がすごく好きで最近超使ってるのがまたまたリップなんですけど、ヒンスのローグロージェルティント、これ本当に良くて、ちょっと一回取りますね。リップってさ、こう塗った後にちょっと、まあまあまあってやって、こう馴染ませるじゃないですか。でもこれは逆に、まあまあってしないの。で、塗った後10秒そのまんまにしてたら密着されて、しかもティントなのに飲食とかしてもプルプルなものを保てるっていうもので、今日、一番最初つけてたのがこのヒンスのリップなんですけど、もう多分数時間経ってたのに、かなり色も残ってて、色の落ち具合がめっちゃ綺麗なの、これは。全然乾燥しない。12番と14番が今あるんですけど、ここに。どっちも人気色です。上が12番、下が14番になってるんですけど、ちっちゃくてコロンとしてて、見た目もすごい可愛くて、ヒンスって全部パッケージが可愛いの。で、それもテンション上がるんだけど、ちょっと実際に塗ってみます。色がちょっとついてる状態ではあるんだけど、逆にさっきつけたリップをガシガシ取っちゃったからかさついてるんですよ。乾燥している状態にあえてつけてみます。本当に綺麗だからおすすめよ。今つけました。こうね、口紅をんっていうのをやらずに10秒待ちます。でこれでそのまま日常をね生活するんですよ。で今日 PR イベントだったんですけど、イベント中ってこうメイクさんが入ってちょっと直しますとか、目の前にお客さんがいるのにすいませんって言って直したらできないじゃないですか。で30分ぐらいステージがあって、その後にお菓子食べたりとか飲み物飲んだりとかしたんですけど、保湿成分たっぷりだからピタッと密着してツヤツヤが取れないの。元々の唇がめちゃめちゃ乾燥してるまま塗ったはずなのに、色としっとり具合はそのままっていう、結構感動ものです、これは。最近このヒンスを使い始めてから仕事でもよく使ってます。でこのヒンスにもクッションファンデがあって、これはねまだ使ったことないの私。白い方がセカンドスキングロークッションで、ツヤの方ですね。でこちらがセカンドスキンメッシュマットクッションだから、ちょっとマットの方です。ヒンスのクッションファンデもすごく人気なので気になってたんですけど、やっぱりお気に入りのクッションファンデがある中でもいろんなもの使いたいんですよね。だからヒンスのクッションファンデ次使ってみようかなと思ってたんですけど、じゃあマットの方塗ってみようかな。これ21のアイボリー、こんな感じで取って初使いです。いきます。ちょっとガチレポしますね。綺麗タイプだ。マットすぎない。今つけてみました。めっちゃ綺麗だね。ツヤはあるんだけどツヤツヤすぎない。多分これヒンスのツヤの方使ったらもっとツヤっとなるんだけど、マットもマットすぎなくて、こう割れる感じもなく密着する感じ。これやっぱりでもファンデーション細かくフィルタリングし、薄いのにしっかり肌に密着って書いてるからすごくわかる。ちゃんと一つ一つの毛穴に入り込んでいってる感じだから浮いてないしツヤっとしてる。これはね好きな方のファンデーションですね。でヒンスにアイシャドウがあってね、オールラウンドアイシャドウパレット、こちらも今回の楽天カンコス祭りで安く買えるみたいなんですけど、捨て色がない感じ、小ぶりで大きすぎないんだけど全部使えそうな色。これシャドウとアイシャドウとチークとハイライト
全部使えるんだって。そうなんだ、いいですね、1個でね。はい、てな感じで今いっぱい紹介したんですけど、まとめると、まあ、一番最初に紹介したこちらのミシャ、スキンバームミストとグロースキンバームとクッションファンデ、これは3点セットでお得に買えちゃいます。で、このミシャのクッションファンデは4色あるんですね。ライトで2色、カバーで2色あるんですけど、その中から1つ好きなのが選べます。で、次に紹介したロム&なんですけど、ロム&もリップでいろんな種類があって、5種類の中から好きな色4種類を選べてお得に買えるセットになります。4本買ってデパコスの1本分ぐらいの値段なので、すごくお得です。ちなみに自分の好きな色を選べるんですけど、で4本選んだらなんとおまけでロム&のマットリップがついてきます。だから計5本になります。そのマットリップは何色が届くかお楽しみになります。はい、次に紹介したこちらのラネージュのリップスリーピングマスクなんですけど、これはお好きなものを5種類の中から1つ選べます。で、1つ選んでさらにこのラネージュのメッシュポーチがついてきます。で、最後にヒンスなんですけど、クッションファンデ、これも色たくさんあるんですけど、どちらのタイプか一つ選んでプラスアイシャドウパレット一つと、私が大好きなローグロージェルティントで、さらにさっき紹介したこちらのサークルポーチもついてきます。で、今日紹介したのは全部 20% オフクーポンが使えるので、気になる方はぜひこの期間にチェックしてみてください。概要欄にも載せておきます。はい、ということで、最近ね、こういう風にガチで好きなものたちを集めて紹介するっていう動画撮ってなかったので、今回はこの楽天韓国祭りに合わせてですけど、リアルに好きなものだけを集めて紹介しているので、皆さんぜひ試してみてください。ということで、今日もありがとうございました。バイバーイ。